皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、以前コガネヤンの動画アップしているんですけども、それを見てくれた方がですね、教えてくれたお店に行ってみたいと思います。豚骨チンタンの、カツラさんですね。そこに行ってみたいと思います。オーダーはですね、口頭で、することになっておりまして、で店内ですね、テーブル席のみで4人掛けが5択と2人掛けが1択ありました。やっぱこれ見てるとね、チャーシューとワンタン両方行きたくなっちゃいますよね。で卓上はですね、これまあ主に餃子用なんでしょうね。でこちらお子様ラーメンがあったので、これ注文しました。でこれですね、あとオレンジジュースとうまい棒1本がですね、なんとついてましたね。でこれ楽しみにしてましたね、低温チャーシュー丼。これがね、なんか美味しそうですよね、見た目もいいし。はい、で結局頼んだのがですね、ワンタンチャーシュー麺、チャーシューワンタン麺を、注文しました。これ美味しそうですよね、ほんと。スープがまたこれ綺麗なんですよね。でこれ、ね、豚骨ですからね、豚骨チンタンスープなんですよ。すごい綺麗ですよね。で麺はですね、自家製麺ということ で細麺を使われているようです。非常に楽しみです。ではいただきます。これね、最初にスープいったんですけれども、もうね、ほんとこう飲んだ瞬間にこうガッツポーズが出るような味でしたよね。で一応、醤油ベースなんですけども、あんま醤油してないというか、ちょっと、塩ラーメンとも言わないですけども、そういうような感じの、スープになっておりますね。どちらかというとこう塩味を感じるというか、とても美味しいスープでしたね。でこのチャーシューがね、またね、美味しくてですね、煮豚なんでしょうね。で脂身が柔らかくてね、甘いんですよ。で肉のね、この部分はすごいやっぱり旨味がね、すごい感じられる、とても美味しいチャーシューになってますよね。でね、このね、自家製麺がね、また美味しいですよね。コシがあってこう食べ応え抜群なんですよね。でやっぱこの透明のこのスープに映えるというのかな、色、もしね、これがね、黄色とかだったらまた違う印象なんだと思うんですよね。でもこれ白いような、そうめんみたいなというのがわからないですけども、こういうね、このスープに、この麺ありと、そんな感じですよね。そしてね、この楽しみにしてたこのワンタンですよ。これがね、本当に美味しかったですね。下味がちゃんと効いていてというかね、でこう肉汁もこう溢れてきて、で生姜もね、効かせてるんですよね。でそれがね、本当に美味しいですね。これはね、もう本当に美味しいですね。もう2回言っちゃいましたけど、3回目は本当に美味しかったですね。で食べててね、妻もですね、やっぱりこれ美味しいっていう話にやっぱなって、また行きたいっていう風にもうその場で言ってましたね。また来ようよっていう感じで言ってましたね。で今更になるんですけれども、このね、豚骨のスープって言ったら、やっぱりこう九州豚骨であったり、こう家系のね、豚骨醤油の、豚骨スープも白濁系で、そういうスープがやっぱ思い浮かぶんですけど、これこんなに綺麗 でこう余分な油っていうのかな、それもね、そんなやっぱないんじゃないかなと思うんですよ。だからこれすごい丁寧にね、作られたスープだと思いますよね。そしてこの低温チャーシュー丼、いただきます。でこちらがですね、少しこう酸味を効かせている、そんなタレになってまして、これ、すごいさっぱりとね、ご飯がすごい進みましたね。でチャーシューもね、こうレア感っていうんですかね、があってですね、こちらまた美味しい。で見た目からこう高級そうにまず見えますよね。でそれでいて本当に美味しかったですね。でこれ別のですね、黒毛和牛のもなんかあるみたいなので、次回はちょっとそっちも食べてみたいなと思いました。でね、ちょっとね、横ちらっとこうメニューのとこ見てたらね、なんとね、替え玉って書いてあったんですよね。だからついついね、替え玉しちゃいましたよね。で今回はね、替え玉した時にはね、もうだいぶ具材も減ってきてっていうのもあるので、麺にこう集中してね、全集中でですね、食べていきましたよね。でね、これ結構ね、チャーシューワンタンしてっていうのもあるんですけども、結構量あったんですよ。だけどね、それでもね、この麺はもう一回食べたいっていう風に思ってね、替え玉しちゃったくらいなんで、これもね、最後まで美味しくいただけましたよね。本当ね、今回ご紹介していただいてありがとうございましたと心から思いましたね。
はい、ここまでありがとうございました。またお会いいたしましょう。いやー、美味しかったー。